このビデオデモンストレーションは PBE シラバスと合わせてポップピアノインプロビゼーションコースのまとめとなっております。まずはじめに一般的な楽曲の構造に関して説明しましょう。一般的に楽曲はメロディーとコードによって構成されています。ピアノではメロディーを演奏するために右手を使います。そしてコードを演奏するために左手を使います。メロディーとコードが合わさって曲となります。これでメロディーとコードによる曲の骨組みの完成です。ポップピアノインプロビゼーションコースではコンテンポラリーポップの音楽理論をもとに様々なインプロビゼーションテクニックやアイデアを用いて楽曲の幅をクリエイティブに広げる方法を教えます。これらのスキルはクラシックピアノ経験者、独学、熟練者、初心者問わず生徒のレベル関係なく習得することができます。PBE シラバスは10年以上も開発・改良されてきた国際的に大成功している教育方法です。当プログラムの主な利点は生徒一人一人の要望に対して調整できるように構成されているところです。例えば、生徒は学んだスキルを好みの楽曲に応用することができます。洋楽ポップス、J-POP、洋楽オールディーズなど、生徒のレベルに合った楽曲であればジャンル問わず応用可能です。このビデオでは PBE シラバスで学ぶことができるインプロビゼーションテクニックの一例を紹介します。
ビデオデモンストレーションは以上となります。より詳しい情報に関してはウェブサイトをご覧ください。